FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチュースデイ、 FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチュースデイ、アニョンセヨ、クロスチンの新です。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、毎日何時に起きて何時に寝ますか？はい、僕最近はね、撮影がある時があるので、早い時は9時ぐらいに寝て5時に起きたり、もう本当に日によってバラバラなんですけど、普通はもう12時から1時の間、そして、寝て、その後は10時ぐらいに起きるのが普段の生活かなと思います。はい、しんくんにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さあ、でオープニングナンバーはファサマリア、お送りしたのはハサマリアでした。クロスチンのシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチュースデイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームカエさん、シンくんこんばんは。こんばんは。トラストミの日本語バージョン聞きました。韓国語もとっても良かったけど、日本語バージョンは言葉がストレートに入ってきて号泣でしばらく涙が止まりませんでした。そしてインスタライブでのこの先の未来の行方はまるで僕にはわからなくて、いつまで経っても強くなれないこの心がのところが気に入りだと教えてくれてありがとう。キラキラな笑顔を見せてくれるシンくんが本当に大好きです。シンくんがこの先もどかしくて苦しくて逃げ出さなくてもいいように、これからもたくさん応援するからね、大好き、ありがとうございます。そうですね、インスタライブでこの先の未来の行方はまるで僕にはわからなくて、いつまで経っても強くなれない後の心がっていうところが好きなんて言ったんですけど、好きです。そしてね、素敵なもう応援のメッセージまで、カイさんありがとうございます。そして多分これを聞いてこう同じく思っているファンの方々がたくさんいると思うんですけど、本当に感謝します。これからもシンくんも頑張りますね、皆さんの幸せのために。次、ラジオネームサラダさん、シンくんアンニョン、元気してますか？突然ですが、私は一人っ子なのですが、小さい頃はいつも妹が欲しかったんだと思っていました。一人っ子だと、何でも買ってもらえるから羨ましがれることもありますが、日本だと一人っ子はわがままというイメージあるし、兄弟がいたら毎日どんな感じだったんだろうと想像もしてしまい、お母さんには言えないけど寂しくなったりもします。なのでしんくんも一人っ子だと知ってちょっと嬉しくてメールしてみました。しんくんも自分に兄弟がいたらよかったなぁと思ったことありますか？お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹のどれが欲しかったですか？そうですね、僕も大体同じこと考えて、韓国でも一人っ子だとわがままだというイメージもありますけど、そうですね、僕も寂しかった時あるし、僕はでも妹が欲しかったなと思うのが、僕の小さい頃の幼馴染の中で妹がいる子がいるんですけど、なんかすごい仲良くて、それ見れたら、見てたらなんか妹欲しいなとすごい思ってた記憶があります。まあ今は一人で良かったなって思う時の方も多いんですけどね。自分が今こうね、自分が合ってる今の自分の現在っていうものは、自分がこう調整できるものもあるし、できないものもあるけど、ありのままの自分のことを好きで言ってくれたらもっといいんじゃないでしょうか、サラダさん。はい、
多分きっと一人っ子だからこそわがままじゃなくて、自分の、表現したいことは他人より、上手かもしれないですよね。いろんな言い方があるから、わがままっていうことよりはそう思ってほしいです、一人っ子としても。はい、メッセージありがとうございました。次、ラジオネームスイカジュースも大好きさん。しんくん、いつも楽しい放送ありがとうございます。体育の、授業でハードルを飛んだ時、先生にお前蝶々のように飛ぶなって言われました。もちろん褒め言葉ではありません。あ、そうなんだ。一番早かった生徒にはカモシカのように走ってたと言っていました。しんくんが走ったり飛んだりするとき、自分はどんな動物のようだと思いますか？姿勢決断ロマンスの最終回では女の子のように走っていましたが、演出の方の指示ですか？しんくんのアイディアですか？それとも本当のあのように走るんですか？教えてください。これからもずっとずっと大好きです。はい、あ、そうですね。それはまず、自分のアイディアで、本当はそういう風に走ってはないんですけど、こう、キャラクターとしては、最後までそういうちょっとディテールなところがちゃんと見えなくても、気づいてくれる方がいたらいいなーっていう気持ちでやったんですけど、気づいてもらえてすごい嬉しいです。はい。なので僕のアイディアです。そしてでもみんなでこうキャラクターを作るから、誰の指示とか自分のだけのアイディアっていうのもちょっとあれかもしれないんですよね。僕はちょっとでも走るとき遅いからゾウさんみたいかな。なんかでかいのが走ってるみたいな感じ、エレファントみたいです。はい、多分。メッセージありがとうございました。はい、しんくんにメッセージまだまだください。shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 しんくんからのお知らせです。クロスシーンジャパンライブ2019-1 のライブ DVD が発売されました。いやー、もう皆さんたくさん見てますか？僕も見てますよ。もう、あの時のことをこう思い出すと涙が出ますよね。はい。これからもこのしんくん頑張ります。しんくんの新曲 Trust Me のジャパニーズバージョンのリリースされました。皆さん聞いてますか？はいはい、いつでも、しんくんは皆さんのそばにいたいと思います。それでは聞いてください。クロスジンでヌナのマリア。お送りしたのはクロスジンでヌナのマリアでした。韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。シンくん、안녕하세요。韓国の番組を見ていたら壁に国団のポスターが貼ってあって気になりました。日本の国はに、にんがしと言います。韓国ではどんな感じなのか、じゃあ二の段を言ってみます。イルンイイイサイサパルイオシイユクシビイチレシプサイパレシムニュイグシパル、こうみたいなんですけどね。日本にかける2は4、224ってよ呼ばないの？ニンニンガシ、難しい。これ、おぉ、すごいですね。まあ、韓国語の国団のポスターがある理由は、こう、子供の頃、ちゃんとこう、覚えられるように、親がこう、壁によく貼ってるんですけど、うちにも貼ってました。これ、気になる方はね、韓国ではもう、イールニ、イ、イーサーなんか歌のようにこう、歌うんですけど、イールニ、まあ、直訳すると、ニ、イチワ、ニ、みたいな。2、1は2っていう言葉になっているんです。これすごい僕にも興味深いご質問でした。すごいね。はい。すごかったです。なんかこういうことを、こう、
気になったことは正直なかったんですけど、今はそれをこう聞いてすごい気になって、あ、なんで今までこれを気にしてなかったんだろうって思う、こう皆さんのおかげで今日も一つお勉強になりました。ありがとうございます。じゃあということで次の曲に早速いきたいと思います。次の曲はペガヤンソムタギンモルタ、お送りしたのはペガヤンソムタギンモルタでした。チンクのチンパギ、新しい未来へと韓国のヨーグルトを食べます。今回はビオートのヨーグルトです。トッピングとヨーグルトが別になっています。日本ではこういうタイプの、ヨーグルトは少ないって聞いたので用意してみました。今回用意したものはチョコリングトッピングのビオートです。あ、スプーン忘れてます。スプーン持ってこなきゃ。スプーン、じゃーん、見えないけどスプーンを取ってきました。じゃあまずは開けてこう見てると、こう写真にブログに載せますね。まずこう耳だけでこう感じてください。こう半分に曲げれるようになっていて、ケースが、ケース、商品があるんですけど、それを半分にこう簡単にこうこうやるとトッピングが全部ヨーグルトの中に入って、このスプーンで混ぜて美味しく食べれば、プレーンヨーグルトにチョコリング、入ってて、チョコが入ってて、こう酸っぱいヨーグルトの味をチョコがこう慰めてくれる感じ。これ世界で売れると思う味だな。実はよく食べてるんですよ皆さん。あの写真載せますので見て、気になる方はぜひぜひ食べてみてくださいね。チョコリング以外にもチョコボールなどいろんなトッピングがあるので、それをまた選ぶ楽しみもありますね。じゃあそれでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はシニョンジェチョッチュ、お送りしたのはシニョンジェチョッチュでした。FM 横浜 EK Radio、 クロスジンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチュースデイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージやなんかやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シン @FM 横浜.jp、 SHIN @FM 横浜.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここでは明日担当のハヤトくんに僕から質問します。ハヤトくん、ハヤトくんは色の中で何が一番好きな色ですか。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。僕は皆さんのことを幸せにしたいです。頑張ります。 FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜の中ステイクロス人のシンでした。アンニョー。